いやー懐かしいな。昔は V ネックだとか U ネックの T シャツが大好きでめちゃくちゃよく着てたな。まあ流行も変わるもんで、かつて良かったものも今じゃ全然着なくなったな。ということで皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、その T シャツひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ冒頭にあった通りですね、今からおそらく15年以上前だと思うんですが、かつての僕はですね、20代中頃ぐらいで割と V ネックの T シャツだとか、あとはですね U ネックですね、丸首よりもぐっとですね胸のあたりが空いてる T シャツをよく着ていたんですね。今とはまた全然違ったファッションを楽しんでいたわけなんですが、まあ参考程度にこちらの写真ぜひ見てください。もう出すのもめちゃくちゃ恥ずかしいんですが、これはですね当時なんちゃってバックパッカーをやってた時代の写真なんですけども、髪はロン毛で T シャツは V ネックと U ネックしか持ってなかったと。丸首の T シャツなんていうのはほとんど着ることがなかった時代のものなんですね。あれから十数年が経ちですね、すっかり僕も大人の世代になったわけなんですが、服の流行というのも徐々に変わる中で T シャツですね、このデザインだとかシルエットだとかディティールなんかも大きく変わってるので、皆さんがずっと愛用してきた T シャツがもうちょっと古臭くなってる可能性もあるかなと思うので、今回はこういった T シャツ持っていたらちょっとさよならした方がいいかなっていうですね、具体例を出しつつ、じゃあどのような T シャツを買えばいいのか、このあたりまでですね徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さん今回の動画を見た後に、もしクローゼットに NG 系のですね T シャツがあったら、これを機会に断捨離をして2023年に適したですね T シャツに着替えていただければなというふうに思っています。まあこれはですね僕自身も注意をしなくちゃいけないことなんですが、僕たちが10代20代の頃に慣れ親しんだファッションってやっぱりあると思うんですが、時代ですとか年齢とともに今の自分に合う服って確実に変わるんですね。でも多くの男性が20代の中頃から後半ぐらいでファッションがストップしてたりするんですね。結婚して子供が生まれて家庭で忙しくなったりだとか、お仕事がすごく忙しくなったりして、なかなかファッションに時間がかけられなくなってくると、その時点からあまり変わらずに、その延長線で T シャツを選んでいたりだとか、かつてのお気に入りの T シャツを未だに着てる方も少なくないかなと思うので、まあ、ぜひ今回の動画を参考にしながら、新たな着こなしを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。皆さんご無沙汰しています。2000年代から時間が止まっている男、木座山俊です。今回は僕のですね、夏の T シャツスタイルを皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。僕が今着ているのは V ネックの T シャツ。やっぱり T シャツにはいろんな襟元がありますが、V ネックこそ僕は最高の体のラインを綺麗に見せてくれる T シャツだと思っています。僕はこの T シャツを着続けるために日々過酷なトレーニングをして、なるべく脂肪を身にまとまないように努力をしています。最近街で見かけるような軟弱な V ネック T シャツではなく、胸の開きはガバッと大胆に、これがすごく大切なポイントです。袖丈はなるべく短めで、鍛え抜かれた腕をしっかりと見せたいと思っています。丈の長さも大事で、僕のお気に入りのベルト、この上に T シャツの裾をスッと乗せる、そしてこのバックルをしっかりと見せるのが僕の着こなしの最大のポイントです。ボトムスはやっぱりデニム。2000年代、ディオールオムの衝撃を忘れられない僕は、やっぱり細身のデニムが一番落ち着きます。ブラック×インディゴのシャープな着こなし、ぜひ皆さんもお試しいただければと思っています。はい、ということで茶番はこのあたりにしまして、ここから具体的な解説に入っていきたいなと思っています。今僕が着てるような V ネック型の T シャツですね。まあ、ここまで大胆なものは今は街ではそんなに見かけないかなと思うんですが、まあ、かつては結構大流行したんですね。2000年代は割とよく見た T シャツで、僕自身も白系の V ネック T シャツは大好きで、アメリカンアパレルとかそういったとこで結構たくさん買っていたんですけども、2010年以降はほとんど着る機会はなくなりました。もう1枚も買ってないぐらいじゃないかなと思うんですね。まあ、最近は流行がまた一回りして V ネック T シャツがちょこちょこと出てきてはいますが、やはり今でも主流というのは丸首の T シャツなんですね。後ほどまた着てみたいなと思ってるんですが、襟元は時代性を思いっきり反映させるので、まあ、V ネック T シャツというのは相当おしゃれが好きな方でトレンドを先取りしたい方以外はちょっと良しておいた方が僕はバランスがいいのかなと思います。その他に襟元で特徴的なのはこちらのようなヘンリーネックの T シャツですね。まあ、ボタンがついていて、ちょっとこう、ワッフル地のものだったりだとか、男らしさが漂うような、こういったヘンリーネックというのも、ちょっとこう、古臭い感じがしてしまうかなと思うので、注意が必要な T シャツの一つかなと思っています。他に
はプリント T シャツですね。まあプリント T シャツも結構好きな方多いと思います。僕自身もプリント T シャツは大好きで、いろんなものを買ってはいますが、なかなかですね、柄を選ぶのが難しかったりするし、失敗するとちょっとこう、おじさんっぽくなったりだとか、年齢とのギャップが出てしまって難しかったりするので、このあたりもちょっと時代遅れになりがちかなと思います。あとはですね、サイズ感もすごく大事で、今僕が着ているこちらの T シャツはすごくタイトですよね。まあ結構ですね、大胆に振っています。ここまでタイトな T シャツはそんなに多くはないですが、以前から持っている T シャツを着ている方の中には、もうジャストサイズだとか、フィット感が高いものを持っている方もいらっしゃると思いますが、こういったサイズ感ですね。あとは袖の長さ。ちょっとこれ結構短めにカットしちゃっているんですけども、二の腕ががっつり見えるような T シャツというのが、ちょっと最近は少なくなっていて、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツとかも、まあ五分丈ぐらいになっていて、ちょうどこう腕の関節ぐらいまでになっているものが多かったりするので、まあこの後まあ大人世代だとやっぱりあんまり見せたくないところだと思うので、誰が見てもこのあたりってそんなに得をするような部分ではないので、隠しちゃった方がいいと思います。そちらの方がまあスタイルはある程度補正することもできるので、袖丈の長さというところもすごく重要なポイントかなと思います。こういった点を押さえながら、じゃあ2023年の現在に合うような T シャツはどんな感じなのか、ちょっと着替えてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。よしと、着替えてみましたが、いかがでしょうか。まあ、こちらがですね、2023年バージョンの T シャツのスタイルになります。先ほどはかなりタイトな V ネック型の T シャツを着ていましたが、まずは襟元を見ていただきたいんですけども、やはり先ほどからお伝えした通り、V ネックよりは圧倒的に丸首の方が今のスタイルには合うかなと思います。もちろんトレンド感をさらに強めたいのであれば、一周回って V ネックというのも悪くはないかなと思うんですが、今、社会全体で見慣れていて、ある程度安心感があるのは丸首というところで、これは間違いがないのかなと思っています。そしてサイズ感も結構大きく変わっているんですね。まあ先ほどの黒の V ネック T シャツは、かなりタイトでしたよね。まあ、袖丈を見ていただいても、こちらは腕の関節ギリギリのところの長さになっていまして、先ほどの T シャツに比べるとおそらく10センチ前後ぐらいですね、長くなってるんですね。そうすることで二の腕あたりを隠すことができるので、これが結構大人の男性にはかえってありがたいポイントなんですね。ここがグッと見えてしまうとかなりカジュアルに見えますし、まあ引き締まっていればまだいいんですけども、そうじゃない場合は結構清潔感みたいなところがもう漂わないので、まあうまくですね、カバーできるような適度な長さがあった方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、身幅に関してもこちらもですね、少しゆとりがありますよね。これもすごく大事で、タイトな T シャツは、まあスタイルがいい方だったら着こなせるんですが、どうしても大人世代になるとお腹がぽっこり出てしまったりだとか、そういったこともあると思うんですが、そうなるとなかなかタイトな T シャツって似合いづらいし、これまたあんまり清潔感が漂わないので、適度にゆとりを持たせながら体のラインを隠した方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕が今着てるのはですね、これはグローバルワークの抗菌クリーン T シャツというもので、最近購入したものになります。USA コットンを使っていて、一定の張り感があるんですが、表面に光沢感があって、やや上品な感じも漂うので、サイズ感はゆったりなんだけども、大人っぽさというところも適度に漂うような、そんなバランスになっています。身長164センチ53キロの僕で、こちら M サイズを購入して着ているわけなんですが、まあ、ちょっとトレンド感漂う着こなしが好きな方は、これぐらいのサイズ感を目指した方がいいと思いますし、ただ40代中盤からそれ以上の方だとゆったりすぎてしまうと、ただただだらしなく見えてしまうので、通常皆さんが選んでいるサイズを選んでいただいていいと思います。僕だったら、僕の体型だったら S サイズでも全然問題ないかなと思います。世代によってサイズ感の正解は微妙に変わってくるんですが、ピタッとしたタイトな T シャツはなかなか大人世代には似合いづらいので、少しゆとりを持たせてあげた方が体型補正効果もあったりだとか、まあ、トレンド感もほんのり漂わせることができるので、まあ一つこういった T シャツ参考にしていただければなと思います。あとは色に関してなんですが、なるべく無地を選んでいただきたいんですけども、僕が今着てるのはこれパープルなんですね。ブルーとかパープルが混ざったような、そんな色味になっていまして、白 T も確かにいいんですね。清潔感があって、僕も白 T はすごくいいかなと思うんですが、失敗すると肌着のように見えるというですね、デメリットもあるので、少し色があってもいいんじゃないのかなと思います。そういった点ではこういった淡いブルーだとかパープルのような綺麗な色を大人世代が着てあげると、T シャツ1枚のカジュアルすぎる着こなしの中に、ちょっとした小綺麗さが出たりするので、個人的には綺麗色 T シャツは皆さんにお勧めしたい T シャツの一つかなと思います。
例えばですね、まあユニクロ U で言うとこういったブルー系のカラーなんかもすごく綺麗なので、まあこういった色なんかもおすすめですし、あとはこれはですね、昨年のグリーンレベルのものなんですが、まあダークグレーみたいな色なんかもすごく差し色としては綺麗なので、大人の男性が T シャツ1枚で着るのであれば、サイズ感は少しだけゆとりを持たせて、色が綺麗であること、これがすごく重要なテーマになるかなと思います。そこさえ守っていただければ、もう十分にですね、大人世代でも T シャツ着ることはできると思うんですね。確かに大人世代だったら、この上にカーディガン羽織ったりだとか、ジャケット羽織ったりだとか、そういったことしたくなるんですが、真夏のスタイルだとなかなかそこまでのですね、小綺麗な着こなしだと、まあ単純に暑いので、まあ T シャツを着るのであれば、このようなサイズ感だとか、色選びも含めてチェックをしていただきたいなと思います。せっかくなのでもう一バージョンですね、着替えながら、2023年の T シャツスタイル皆さんにお見せしてみたいなと思っています。はい、続いてですね、プリント T シャツに着替えてみました。まあ先ほど僕はですね、プリント T シャツは難しいというお話をしたと思うんですが、まあやっぱり選び方次第だと思うんですね。まあ先ほどのはこういった、まあプリントががっつりと入っているような主張の強いものだったりしたんですね。で、色もですね、これなんて言ったらいいのかな、ブルーとかグレーが混ざったような曖昧な色味で、まあちょっとこう、いろいろ盛り込んであるような、そんな一枚になってるかなと思うんですが、まあもし大人がプリント T シャツを着るのであれば、個人的にはですね、ホワイトベースのもの、これがですね、まずは第一条件になってくるかなと思います。色はなるべくシンプルに落とし込んでしまって、あとは柄ですね、これに関しても英字がずらっと書いてあったりだとか、大胆なグラフィックがあるものよりはなるべくシンプルなものがいいかなと思います。僕が今着てるものはもう抽象的な長方形のプリントがされてるだけのものなんですね。まあこれは最近買ったスティルバイハンドというブランドのものなんですが、まあこのようななるべくシンプルな白ベースの T シャツだったら、ホワイトプリント T でも大人の男性には使いやすいかなと思います。かつてはこのようなシンプルなプリント T シャツってそんなになかったので、僕も自分のブランドでもよく作っていたんですが、最近はですね、朗報なんですが、かなり増えてるんですよね。なので、ぜひですね、無地 T シャツで飽きた方はプリント T シャツにもトライしていただきたいなと思うんですが、なかなか選ぶのが難しいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにはユニクロの UT の中から選ぶというのは結構難易度が高いので、例えばこのあたりのグリーンレーベルの T シャツだとか、あとはビューティー&ユースだとか、そのあたりにも結構プリント T シャツいいものが見つかりやすいです。いくつかもうピンポイントでプリント T シャツのですね、おすすめを概要欄に載せておきますので、こういったものを見ながら、あ、このような T シャツを選べばいいんだなっていうのがですね、まあ感覚的に皆さんにお伝えができればなというふうに思っています。ベースは白 T で、まあサイズ感も少しゆとりがあってもいいと思うんですね。こちらも腕の関節ぐらいで、身幅もちょっとゆったりしてるぐらいのベースのデザインになってまして、そこに対してプリント自体はなるべくシンプルということですね。最近は結構街の風景だとか、美しい写真が1枚こうプリントしてあるような T シャツというのが結構トレンド的になってきてるので、まあそういったものでも全然構いません。なるべくプリント T シャツは安く済ませようというよりは、ある程度のクオリティのものを選んだ方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、無地 T シャツに飽きたら、このような子供っぽくなりすぎないようなプリント T シャツもトライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではその T シャツひょっとして古いかもというテーマでお届けをさせていただきました。具体的には深い V ネックの T シャツですとか、ヘンリーネックの T シャツですとか、大胆なプリント柄の T シャツですとか、このあたりはちょっと古臭く見える可能性があるので、これを機会に断捨離をして、先ほどお伝えしたような適度に緩さのあるような無地の T シャツ系ですね、このあたりにアップデートすることで今のスタイルというところが気軽に実現しやすいかなと思うので、まあよかったたら参考にしていただければなと思っています。まあそれにしても時代とともにですね、ファッションって確実に変わるもんだなと思うんですね。本当に20代の頃は僕はもうタイトな服しか着なかったんですね。そしてビッグシルエットが出てきた時にも、おそらくこれは着ることがないだろうなと思っていたんですが、今の僕を見ていただくとですね、その時の誓いは跡形もなく崩れましてですね、すっかりゆったりめの着こなしを楽しんでるわけなんですね。まあこのように時代とともにファッションというものは変化するものですし、
まあ、僕たち自身の見た目だとか考え方も変わってくると思うんですね。まあ、それに合わせて柔軟に少しずつでいいのでファッション変え続けるということが実はすごく大事で、僕自身ももともとめちゃくちゃおしゃれだった人間というわけではなくて、どちらかというと僕よりもセンスのいいような友達がたくさんいる中で、そういった友人を見ながらいいな、かっこいいなと思いながら少しでも真似しながらですね、ミーハー的におしゃれを学んでいった方なんですね。そして僕自身はそんなにこだわりを強く持つというよりは、まあ、その時代に合ったものだとか気分に合ったものをですね、柔軟に取り入れながら常に変わり続けていったタイプなんですね。もともとすごいセンスを持っていた人よりも、実はそんなにこだわりを強く持ちすぎないで柔らかい感覚で変わり続ける方が、意外と長期的に見た時に今の時代に合ったファッションだとか今の自分に合ったファッションというところは結構実現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、かつてのお気に入りの T シャツもあると思うんですが、まあ、今の時代に合った T シャツ、今お店に置いてある T シャツというものも取り入れながらですね、ぜひ柔軟に今のファッションというところも楽しみながらですね、周囲の方々に褒められるような着こなしを実現していただければなと思っています。これからもごちゃごちゃネタは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで中級者向けの情報をですね、どんどん出していまして、週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて1本のライブ配信をやっていまして、皆さんと交流しながらワイワイ楽しむような結構ラフな動画を出していますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースで、なるべくですね 1,2 分で読めるような分量でおしゃれの基本をですね、皆さんにお伝えしています。最新のおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかを僕の方でも毎日更新していますし、僕以外のスタイリストですとかメンズ美容家の方ですとか様々な専門家の方も記事を書いてくださっていますし、参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。